こんにちは、ナミさん。お疲れ様です。確かね、公園法ってのがありまして、ある一定の区画内に公園を一つ配置しないといけないんですよね。まあ、そう考えたら、今回の公園を騒がしいからっていうんでなくしたみたいなことっていうのは、うん、まあ市長がそういうふうな決断を下したのか、もしくは公園を一旦閉鎖して別の形でまたリニューアルするのかなとか、いろいろ考えちゃいますけどね。まあけど、実際に公園がなくなるかどうかしても、 公園で遊んでる子供にクレームを入れてね、やかましいというふうな時代が来ちゃったのかなと思ったら、いささが寂しいですよね。うん、で、昔はこうだったけど、今はこうだよっていうものが、まあ私がね、生きてる中にも難点がありますので、ちょっとそれをね、お話して今回の動画にさせていただきたいと思います。まあまずは公園関連で公園からお話したいと思いますけども、公園のトイレって結構最近良くなったんじゃないかなと思うんですよ。うん、ものすごく大きく。 この公園のねトイレのスペースが確保されていてでそんなベトついて汚くもないね普通のショッピングセンターのおトイレみたいで、まあ、抵抗なく使えるんじゃないかなと思いますもちろん全部が全部そうではないですけども、まあ、割とそういう風なね公園のトイレを使ってもいいような状況が来たかなと昔あれコンクリートでものすごくちっちゃくって、えー、それこそねまあボっとじゃないにしても私の幼い頃はボットンばっかりだったんですけども まあ和式でですねちょっとこうペーパーも整っていないみたいな感じだったりとかさすがにここは使いにくいなみたいなところばっかりだったんじゃないかなと思いますまあ、今でも私の住んでる地区にはそういうところが主で、えー、たまにねすごくいいところがあるんでそれこそショッピングセンター並みのいいのがあるんでそういうところを、まあ、頭に入れておくようにしておきますけどねそれからショッピングセンターのトイレそう昔はデパートって言ってましたけども 今はデパートじゃなくてショッピングセンターが主だと思いますけども、やっぱりデパートのトイレも昔はちょっと狭くてね、ちっちゃくって、そうですね、なんか学校のトイレによく似てたなっていう印象があります。下のところはちょっと空いててねで。今はショッピングセンターのトイレもものすごく整備されていてあの、場所も広く設けられていてね。で、結構こう、使いやすいというところがあるんじゃないかなと。 トイレにコストをかけてトイレっていうスペースをがっつりと設けることによってまあもうあんまりにも快適なんでねトイレだけ借りて出ていくみたいなこともあるのかもしれませんけどもまあそこもショッピングセンターの利用の仕方、地域に公園の機能を兼ね備えた、まあ、公衆トイレの機能を兼ね備えたところなのかなというふうに感じたりもしますね。 それから昔はこうだったけど、今はこうだよってものの中に、まあ、駅のトイレってのもありますよね。駅も国鉄時代はひどかった。トイレがないところもあったんですけど、今は全駅にトイレが整備されてて、しかもやっぱり綺麗ですよね。だからトイレ、こう、なんて、駅のトイレは使いやすいのかなと思います。ただし、うん、昔ながらのトイレもまだあります。私が一番近くに利用しているトイレは、残念ながら昔ながらのトイレなんでね、<laughs> あの、綺麗に使うのが結構難しいんですけども、まあでもね、 そそこそこ大型の駅例えば新幹線が止まるような駅っていうのはもう心配なく使えるようなところだと思います、うん、まあさまざま昔はこうだったけど今はこうだよねっていうのこうやって振り返ってみたら結構あるもんですねうんあとそうですね駐車場とかどうでしょうかね駐車場っていうのもあの一戸建ての駐車場とかね昔の駐車場スペースって狭いんですよ 車の規格自体がものすごく小さめに作られていたのかもしれませんし、今は軽自動車もね、規格いっぱいギリギリの大きさで作られてますし、まあ、ミニバンがあ,あったりとかね、サンナンバーが割と普及してきて、駐車場のスペースって一個建てにしても、それからまあショッピングセンターにしても大きく取る傾向にあるのかなと思います。ドアをポーンと開けてもね、横の車に当たりにくいみたいな。で、あの、駐車場のほら、白線ってあるじゃないですか。白線が、なんかこう、円を描くように、こう、なんていうんですかね。 ここういううういいやつですよこういうアーチ型のかなりねドアのスペースが廃力も設けられて昔は一本線だったんですけどもそういうとこでも便利さがうかえるかなっていうのと昔の一戸建てほらなんか駐車場のスペースちっちゃいんで今の企画だと入らなかったりするのかなと思いますよねうんだから特に、まあ、昔の一戸建てで駐車場スペースが狭いんでちょっと残念だけど買えなかったみたいなところがあったりもするんだろうなと思います。 うんまあ、昔はこうだったけど今はこうだよねっても当たり前なんですけどもでもこうやって眺めてみると便利になった反面ちょっとあの頃の雰囲気がねだんだん街から失われてちょびっと寂しいような気がしますけどねなんか大いなる矛盾というものがそこの中にあるかなとどんな矛盾かっていうと便利になったらね不便だった頃の懐かしみみたいな矛盾ですけどねはいじゃあ今回は以上のような形になりますい、えー、いつもありがとうございます。